今日は9時前に配信できた。配信やっぱさ、早めにできるときは早めにやっといた方がいいなあお風呂早く入れるか入れないかで私の寝る時間が変わる。そう、今日はね、久しぶりにハッピーターンが後ろでおねんねしてるの。かわいい、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 止まらんこんばんは、こんばんは。そっか、ギリギリだとそうだよね、みんなそうだよ。平日に夜遅いとさ、みんな次の日お仕事とか学校かもしれないのにさ、わざわざ起きてくれてるって考えたら申し訳ない。こんばんは、こんばんは。きりみちゃん電球そうだ。おじさんのアバターさんバラ、スコティッシュのアバターさんかわいい、ありがとうございます。ハピタンかわいい。そう、これいびきじゃなくてね、口呼吸なんだよね。もうね、鳴ってない時間はありませんちょっと今もう口開いてるでしょうから、呼吸音なんですよ。皆さん早速ですが、今日の私気づきました。なんか最近こればっか言ってる気がする。気づきますか？ダメだ、前髪がノリみたいだ。いや、コンタクトはまあ昨日と同じそうなんだけど、それ以外よ、それ以外、それ以外だよ。前髪切った、前髪は切ってないの。でも前髪の変化はあるもう正解言っちゃうよ。正解は今日は私 の、 あの大好きな山本彩花さんいるじゃないですか。山本彩花さんがこの間、昨日か一昨日かな、ツイッターで上げてらっしゃった写真を見ながら、メイクと髪を真似しましたで今日 T シャツでいいやって思って来たら、その時の山本彩花さんの写真も白 T だったんですよ。いや、もうこれは運命ですよ そうなの、そう、モスバーガーのバーガーをね、こうやって食べてる時、本当に可愛くてすぐ保存した。私確かに過去一の難題、画像だけそうモノマネできたの。まあね、顔、顔面はどう頑張っても真似できないんだけど、メイクのやり方は分かった。そう、そのね、モスバーガーを食べてる写真が2枚あって、そのうちの1枚がめちゃめちゃ至近距離だったんですよ。だから細かいね、メイクの色味とかアイラインの細さと短さが分かって同じ風にしたんだけど、でもあれよね、画面じゃちょっと分からないかわいい。まあね、まあ、実際はこうなんですよ、こうやって。ちょっと私がな、触覚こうか、こうやって食べてるんですよ。どうですか、さやかさんですかさやかさんですか。私今さやかさんなんですけどそうなの、山本彩花さんなんですよ。アビタンはおねんねするよ今からあ、そっくり、 ありがとうございますいや、彩花さんファンの方に申し訳ない、取り消します、ごめんなさいそう、彩花さんなんですよ私も。そうだよ、私の黒歴史と言っていいくらいのあの言葉があるじゃないですか初めての9期生握手会の時の自己紹介で自分が言ってた
このまま何が栄えのさやねえわってね、みんなおおって会場のねいたファンの方は言ってたんだけど、実際何言ってんのこの子って絶対思ってた。慣れないよって笑っちゃうよね。でも気持ちはまあ持ってるよ私まだ。ありがたって山本彩香さん大好きだもん。目が似てる2つあるとこみんな一緒やそうだよ、もう山本彩香さんに何回私なりたいと思ったことか。ハビタンハビタンひょっくりはん、ほらかわいい、ハビタンひょっくりはん。かわいいもう見せないみんなに終わりハピだ。そうショートにはね山本彩香さん憧れてしたかったけど、もうしない、今はする気がなくなっちゃってハピだダメだよ、顔が見えなきゃか尻尾は映る、私がよく動いちゃうから。かわいいよ本当に、馬垣さんのアバターさんかわいい、うるせえ鳥のアバターさんもハートたくさんありがとうございます。あ、猫のアバターさんもかわいい、ありがとうございます。そうなんだ、だから今日はちょっと気分が上がりました。今さっき何時間前にメイクしたんだろう、もうずっと顔山本彩香さんのお写真を見ながらこうかなこうかなってねやってたの。でもこの目の下のキラキラはいつもの自分が使ってる大粒のもので私っぽいんだけど でもねこの下にピンク濃いピンクのアイシャドウ塗ってるのは一緒だった、時間かかった。でもね意外と自分のメイクと似てたから時間かかんなかった、かわいいさやかさん、山本さやかさんがアフロのモターさん、ポンポンプリンくんハートありがとうございます。そういえば朝方ハッピーさん起こされた、いや違う違うんだ、今日私は朝の5時に寝たんですよ、なんか寝れなくてそう寝れなかったの、5時に寝たので、やることがなくなっちゃって大富豪の一言変えたんだと思うそうなの、もうね明るかった私が寝た時は。そう朝の5時にね寝たの、寝れんかった本当に、だからあつ森やったけどなんかうんって感じになった何も進まなかった。注意が逆転してるわけじゃないかな、本当に昨日たまたまだったかな、久しぶりで。これは毎朝5時起き、やばいやばいね私と反対だよ。ポケモンの曲聴いてたの？え？聴かなかったの？え？違うの？ポケモンのね曲を聴いてたの。聴いてたら余計に時間が経っちゃってたの。昨日は11発表が映るなこれ昨日はなんかねすごい余韻に浸りすぎて寝れなかった、逆効果だったの本当にね良かったの。
特に聞いてたのはポケモンのね、やっぱりダイパなんですよ。ダイモンドパールプラチナの時のシロナ、四天王だっけ、のシロナと戦ってる時の音楽あれはもう大盛り上がりよそう、そのね動画を見てコメント欄見ようかなって思ったら、コメント欄がすごい私と同世代くらいの人たちがたくさんコメントしてて、もうねあるあるしかないの、本当にね楽しかった。いいねしてたの、一人で笑ってた。しかも怖いよね、でもそれぐらい本当に楽しくてすごいの本当に。いやこの音楽はたくさんこのポケモンが出てきたから脳内ですごいねそのポケモンの鳴き声が再生されてるんですよ。好きなボール、クイックボール好き、クイックボール好きだった、色合いがね好きだった、かわいい。いやポケモンまた高まってるな今、めっそう聞き入っちゃったの。今日も寝れなさそう。いやでも今日は家で動いたから寝れると信じたい寝たい。いや寝れなかったらじゃあまたポケモン聞くしかないけど、そうなんだよ脳内でね鳴き声が再生されて、特にビッパビッパとコリンクいっぱい出てきたな野生から。あの時の自分はなんだろう純粋なポケモントレーナーだった。いいね、あの時に戻りたいよ。ゲームの鳴き声とアニメの鳴き声全然違うから、そう思ったの、ポケモンのアニメを私結構最近見てたから思ったんだけど、ゲンガーの鳴き声に本当にびっくりしたんですよ。ゲンゲラゲーって鳴くんですよもろそう言っててびっくりしちゃったなんか字幕もちゃんとゲンゲラゲーみたいに書いてあって、そういうとこも好きだけど純粋じゃない。なんかねその私が10年前にポケモンやってた時はそう個体値とか全然気にしてないし、そう、気が回った。自分の好きなポケモンに好きなボールを入れて名前もつけてたしなんかいろいろやってたのよまあ今ちょっとねポケモンお休み中だけど、スイッチの方は。こんばんは、こんばんはふ暑くなっちゃった暑いよ。そう純粋な遊び方だった。ただポケモン捕まえてバトルしてコンテストやってって感じで、複数のポケモン全然捕まえなかったもんな。ポケモン図鑑埋まるためなら 1,2 匹で十分って感じで、そう楽しかったな。まあ今も全然楽しいんだけど、子供の頃以上の楽しみはない。いいな、暑い、体温が暑い方話も暑くなってるんだろうけど、暑い。ポフィンめっちゃ作ってた、ポフィン。でもね途中で作るのが時間かかりすぎて嫌になっちゃってたからやめてた作るのじゃあプレイヤー名はねさやかだったんだけど、リーフグリーンかさ、あ、リーフグリーン、ゲームボーイアドバンスのリーフグリーンの時は私なんか自分の名前さやかじゃなくてあゆって名前でやってたんですよ。なんであゆなんだろうって感じ。でもそのねあのゲームのデータはなくなっちゃった
全クリしたからまた一からやり直そうっていう小学校の考えでなくしちゃったの、もう悔しいよね。でも浜崎あゆみさんが結構お母さんの影響で聞いてたりしてたからかな、そこから来たのかわかんないけど、あゆだったのわかんない高田久美さんもずっと聞いてたけど、あゆだったな。そうなの、さか、はい、あれ待って、今日もう15分経った、今日で516位だ。里川さんの誕生日ですね、バッチリ覚えてますよ516、516だよ。こんばんは、こんばんは。あゆ、魚のあゆは食べないな全然。こんばんは、こんばんは。うん、ガチ寝ですね今ふみた今ガチ寝だった、顔と線余計に。暑いです暑いよ、冷房ついてるけど。アフロのアバターさん、ハート、 SK の浴衣のアバターさん似合う、スコティッシュのアバターさん、パチパチ、キリミちゃん、ハートたくさんありがとうございます。今日は9時前に配信終わって、9時から大富豪ランダムでやりますランダムで、ランダムでやりますね。多分当たるよランダムでもなんか今日は当たる気がする、サヤタイムじゃなくても。うんそう、今日ブログなんだけど、ブログの書く内容がちょっとね悩んでて、まだ書いてないんですよ。みんな何書いてるの？いや結構キウキのブログ読んでるけど、やっぱみんなさ、特にこれがあったっていうことはあんまりないから短くなっちゃってるじゃないですか。まあ、エナマルは紙触れがあるから多いけど、うん、煮卵についてブログ書いたっけ今思い浮かんだのがそれ。悩んだら悩む、そうなの、そう、悩んだら同じブログ書く日だから、そう、分かりやすい。ああ、今日のメイク確かに山本さや、いやでもダメだ、届かないじゃん似てないよって。いやでもそれくらい好きっていうことは書きたいから書こうかな。大富豪の曖昧マニュアルか、やっぱサヤタイムではできないな、かわいいな本当にかわいい、暑い、そしてめちゃめちゃ暑い、あ、暑いよ、かわいい足。今日嬉しいなのスタンプが印象的、そう、嬉しいなのスタンプはめちゃめちゃ使ってるの大富豪そうだよ、来月のいつだろうスタンプ新しく出るの、日付は毎月同じ日じゃないのかな、違うのかな、どうなんだろう。虎の和田さん、バラありがとうございますカレの和田さん、ハートありがとうございます。本当に熱い、そうそうそう、ハンディファンあるんだけど、あーライトと違う、なんか
あー、めちゃめちゃ涼しい。あるよ、ハンディファン。ちょっとハッピーさんのね、ガチ寝の顔はダメ、 NG なんですよ家族はいいけど、それ以外はダメなの危ない。あの曲が今ね、私の頭の中にずっと流れてるから、配信で言っちゃいそうになる。ダメだ危ない、危ないよ。ハッピーさん見せてくれない？ダメだよ、ダメだよ。ハッピーさんにも今は完全なプライベート。ハッピーさんガチねだからあ、そう、 TikTok 川島が新しいのあげてた。たまたま見たらあって、可愛かった。これだよね、わかんない、ちまちまってやつ。川島がちまちま踊ってた、可愛い。あの曲はなんだい、よく聞く音楽だった。ちち韓国の方だよね確か。音源のところを押すと、こんばんは、こんばんはええー、私なー、なんか撮りたい。でも前よりは撮りたい気持ちが上がってきてるんですよ。なんか一回もう一人での動画を上げてしまったから、もう大丈夫かなって思えたの。そしたら周りの子もさ、一人でリップシンクやってる子が多いから、その流れに乗って私もいけそうみたいなでもね、音楽が決まらないんだよね。そう、生き物関係を主に動画にしたいって言ったけど、生き物以外のねものもちゃんとやりたいから。そう、お父さんの許可取れたものはね、セミの抜け殻を使った動画だったんだけど、セミの抜け殻がちょっと今ねゲットできないから取れないんですよ。なんかその案はなくなってしまった、悲しい。だから他またなんか考えないとさ。そう、私ね一回お家にいる時に撮ったんですよ、神奈川にいた時に。それがこれモアキュンドレってやつかな。これみんな知ってる？これで振り付け、前に倉島さんが踊ってたかもしれない。そう言ったんだけどね、いや明らかに自分やばいと思って消したそうやめたの、なんかすごい、うん、やめたの恥ずかしくなった。これメンバーに見られるのかって思ったらちょっとやばいと思って アイドル、自分まあね一応アイドルだから、アイドルじゃないですか、こういうのやってる振りも。そう、この本家さんもアイドルだし、めちゃめちゃ可愛いんですよ。そうなんだけど、まだね恥ずかしさが抜けないんだねいやー、こんな思ってるの自分だけなのかもしれないんだけど、そうアップしたら世界中に見られそうなんだよね。やっぱルナちゃんとか美人な私の飼ってる猫ちゃんがいてほしかったなって思って。今撮るべき山本さやかさんのメイクしてあるし、いやーこれ、この曲はもうやめようかな、違う曲考えよう。さあ、あと一個撮ろうかなと思ったのはこれですよ。
私の大好きな曲。でも事務員さんいるなと思ってやめて、全部やめてるの私。一応考えてはいたんだけど、自分の好きな曲、そう、滑り台って言っても滑り台踊る動画なんか違うよなって感じで撮らないし、まあちょっと考えるね。またいつか急に上がるかもしれない。その時はメールで匂わせするから待っててね。そうだよ。そう、1回目のカブトムシの TikTok も匂わせしてたからね。今日の無事に何かが起きるかもっていうメールかな。そうだよ、すごいドキドキしてた。自分で何回も同じ動画を確認してたよ。恥ずかしかった。難しすぎだった。読めなかった。よかった、一人もね当たってなかった気がする、メールの返信の中で。よかった、勝った。カレナオバタさん音符、 SK の浴衣のオバタさん、ひまわりありがとうございます。ねえ、TikTok やってるの、見たい。見たい、見つけよかな。ポケモンのサイト見た。確かに前はね公式のお知らせがあったからね、それでだいぶ私は落ち込んだから。いや、なんかそこまで、あ、なんでもない。 TikTok なー、待ってますか。TikTok の動画、その言葉次第でちょっと撮るか撮らないかまた決まっちゃう。え、そう、でもねこの間見たら私のねカブトムシにあげた TikTok のハートの数がね1240いくつだっけな、1200いくつまでいってて、もう皆さんありがとうございます。嬉しい、本当に嬉しい。輪郭隠しありがとうございます。嬉しかったの、なんか自分が思ってる以上にハートが来てたから嬉しい。もちろん待って、あ、ありがとうございます。わー、かわいい。なんか怖くない？私はめちゃめちゃ可愛いんですけど。ガチ寝から終わった。もちろん待ってる。じゃあ撮ろう。いやだってさ、誰も待ってないのに自分が動画撮ってあげるのってやばいじゃん。そう、いつもこうやって寝てるの。たまにハッピーさんが人間に見えるもん。そう、もうご飯食べて寝るの。かわいい、大好き。こっちか。あら、かわいいよ。待って、ありがとうございます。もちろんで、嬉しいよ。待って、座禅懐かしい、懐かしい、やったな中学生の頃。ゼロからのスターザーか、面白いわ。確かにな、確かに。え、お寺でじゃなくて学校の教室でみんなで椅子の上でやってた、先生に言われて。あ、かわいいね、かわいいよ。
そう、なんか一瞬ですよ。でもそんな長くはやってないさて。そうやってた、なんかよくわからんかった。そうだよ、ハビさんいつもリラックスして寝てるよ。ちょっとお顔が怖いね。かわいい、私の癒しですよ、この子が。かわいい、画面越しでもかわいい。かわいい、そうだよ、かわいいよ。あくび見えた？まあいつもより距離が遠いから許せる。あ、待って、9時から、そうだ、サイタイムじゃないからいいな、ランダムでやるな。でもそうだよ、ブログも書きながらだから、ランダムでもちょっと当たる確率は低くなりそうかな。そうなの、ランダムなの。かわいい。配信が配信じゃなくなっちゃうからもう終わりにします。ハッピーターン、ハッピーターン、かわいい。嬉しい、ブログのさえ超可愛がって、嬉しい、ありがとうございます。そんなことないよ。よし、ランキングを読みます。ほら、38位、岡田美久さんのアバターさん、1位きりみちゃん、2位野間垣さんのアバターさん、3位カレーのアバターさん、4位 SK の浴衣のアバターさん、5位スコティッシュフォールドのアバターさん、6位うるせえ鳥のアバターさん、7位アフロのアバターさん、8位白いアザラシのアバターさん、9位白いハムスターのお化けのアバターさん、10位、やばい名前に気取られちゃった、危ない危ない、野間垣さんのアバターさん、11位リスのアバターさん、12位ドラゴンのアバターさん、13位茶色い猫のアバターさん。皆さんありがとうございました。ね、まあ9時からランダムで大富豪をやりながら合間合間にブログを書くので待っていてください。ブログはありがとうございました。今日のメイクの写真を撮ろう。うん、撮ろう。皆さんありがとうございました。早めのおやすみなさい。ここだ。バイバーイ、ありがとうございました。おやすみなさい。